はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はですね、かなり珍しいものを、入手いたしました。はい。こちら。ね、この、これです。天馬の梅という、いわゆる、なんていうかな。いわゆるカクテルコンク的な存在なのかな。まあ、いわゆる割り剤のようなものです。ホッピーみたいなやつですね。簡単に言うと。こちらですね。山屋。酒の山屋で、値段がこれ1.8リットル。で、だいたい1200円ぐらいだったかな。1300円ぐらいだったかな。で、売ってました。こちら自体にはですね、酒、アルコールではなく、アルコールは入ってません。ここにですね、上にこのハイエーボールと書いてありますが、これがですね、まあ赤ラベルと。赤いね、ハイボールって書いてあるやつが赤ラベル。で、他にもですね、黄色、この色が黄色のやつが、ウイスキー用のハイボール。ウイスキーハイボール用で、これは赤のやつは、焼酎の、ハイボール用となってます。これをですね、これを確か1対、金宮の焼酎を2だったっけ？あれ？作り方どうだったっけ？で、炭酸水が3だったかな？ちょっと待て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 よ。これ作り方があるんだよ。天馬の梅。これね。天馬の梅でググると、なんかいろいろサイトが出てくるんで、ここにですね、非常に、まあ、ググると割とすぐ出てくるサイトがあって、そこに非常に詳しく書いてあって、そうですね。この天馬の梅を1、焼酎を2、炭酸水を3ですね。加えて、飲むと。でですね、こちら。注意が必要なのが、これね、キャップがね、王冠のやつで、一回開けると、まあ、ね、閉めらんない。というよりも、これ閉めたとしても、まあ、賞味期限的な意味で、多分常温保存ができないので、厳しいんですね。てか、なんでこれ開かないんだ。開いた開いた。まあいいや、とりあえず飲んでいきましょう。これを1だろう。だいたいここが5だから。1で、こんぐらいか。なんか黄色いね。イエローなものです。こちらはですね、東京都台東区にある、天馬飲料製造有限会社というとこです。清涼飲料水、括弧希釈用無果汁ですね。ここにね、梅の実のね、が書いてあるんですけど、無果汁ということになってます。で、原材料が砂糖と、酸味料と香料と着色料と、保存料となってます。かなり怪しい。これはですね、いろいろググったところによると、どうやら、いわゆる大衆酒場の、下町ハイボールという、飲み物ですね。の、まあ、いわゆる焼酎ハイボールですね。の、まあ、元と、らしいです。
ギリギリ危ない。ね、ちょっとレモン色というか、黄色いなんか、シロップ、レモンシロップ、なんだ、かき氷のレモンシロップのね、ような、薄い色してますけど。そんじゃいただきます。乾杯。ちょっと酸っぱい。ちょっと待って、これ自体ちょっとストレートで飲んでみよう。ん？なんだこれは。いただきます。ん？あ、ほのかに酸っぱいような。ほのかに酸っぱい。これ自体飲んでもう何にも砂糖入ってるみたいですけど、全然甘くないですね。若干レモンのような味がする。で、なんか、不思議ななんか、後味があるな。若干。これさ、いわゆるさ、タカラの焼酎ハイボールってあるでしょ。あれってね、若干色薄く黄色なんですよ。だからそれに似てんのかなって。香り？なんか、不思議な、若干酸味があるような。ほんとレモンの、薄めたレモンの、ような。あれが味するね。不思議ですね。でね、この裏にね、このちっちゃいラベルのところに、天馬の梅赤ラベルハイボールの素焼酎用って書いてありますね。ここにね。で、山屋にはですね、この赤ラベルの他に、この色が青いやつ。で、この文字が梅と書いてある、ね、ものが売ってまして。そちらはですね、どうやら、この、金宮城中の、を9対、その梅って書いてあるやつを1で、いわゆる、うん、それだけで飲むみたいですね。若干のこれで割ると。で、飲む。ストレートで。うん。飲むようらしいです。うん。なんか、元祖下町チューハイ。結局のところ、最後にレモンスライスを乗せたら完成です。書いてある。レモン持ってないんだ。ここに最後にレモンスライスをここに乗せるのが王道らしいです。製造元推奨の割り方って書いてありますね。感覚としては若干の酸っぱさ。うん。の、いわゆる焼酎ハイボールといったとこでしょうか。なんかね、何のページだこれ。元祖
下町中杯、謎の中杯、怪しげな中杯というサイトが、まあ、ページがあるんですが、そこに行くとですね、下町の酒場で常連さんたちが美味しそうに琥珀色っぽい中杯を飲んでいるのを見かけたことはありませんか？自分も頼んでみたいと思っても、なんだか得体の知れない飲み物に躊躇したことはありませんか？実はこれ私の実体験です。まだ酒場デビューして間もない頃、仕事帰りの常連の親父さんたちが、串を片手に美味しそうに飲んでる、見たこともないチューハイ。頼み方もわからず、恐る恐るあの方と同じものをと注文し、一口、ぐびり。なんとも表現しがたい微妙な味わい。どこが微妙かというと、瓶にデカデカと梅の絵が描いてあるのに梅の味が全くしない。その通りですね。当然梅の味がするだろうと思いつつ、飲んだので拍子抜けというか、肩透かしを食らったというか、なんとも形容しがたいヘンテコリンな味だなというのが第一印象でした。ところが、頼んでいたもつ煮を合わせるとこれがうまい。他のもつ焼きと相性も抜群で、特に塩焼きよりはタレの方がベストマッチ。初めてのマリアージュにこの日はつい飲みすぎてしまった記憶があります。さてこの、謎の酎ハイの正体がこの天馬の梅、25度の焼酎で、これを黄金比で割れば元祖下町酎ハイの出来上がりですとなってます。で、俺が先ほど言った通り、この天馬の梅は3種類あって、ね、赤ラベルと黄色ラベルと青ラベルというのがあるみたいです。でですね、このサイトですね、他にもですね、すんごいレアな、なんか俺見たことないんですけど、なんか昭和30年発売とかの、なんか謎のね、そういう、今飲んだこれみたいなやつ、こういうなんか割り剤のニューガナーっていうのも、売ってますね。980円。1.8 リッターで980円。で、ちなみにこれも980円で、売ってます。うん。で、あと、ブドウ液っていう、なんか謎の、これも謎のね、大正12年発売という。なんか、これは本当のブドウ風味のやつみたいですが、焼酎に垂らして飲む正統派、下町、東京下町のブドウ割りです。当時高価だったポートワインの味を焼酎で再現できないかと考え開発されたのがブドウ液です。もう、ブドウ液ってなんか、ブドウ糖みたいな、なんか、感覚なんだけど、これは本当のブドウみたいですね。ただし、なぜか、ブドウ果汁は入っておりません。エキスも入っておりません。これみたいなもんですね。梅とか、デカデカと書いておきながら、梅の、果汁も何も入ってないっていう。まあ、いわゆる、ファンタのパクリみたいなもんね。ファンタもほら、あれ、ファンタグレープとか書いてあるけど、あれ、果汁入ってないでしょ。だから、あれみたいなもんだよね。だから、香料と、なんかさ、糖類とかで、割と、ごまかして。うん。いると。で、これも飲んでみたいんですよね。はっきり言って。で、これもね、売ってます。1150円。で、売ってますね。
でね、こちらの、この天馬の梅を、一回開けちゃうと、これ、ね、悪くなってしまうんで、まあ、酒入ってないわけです。だから、ここに、焼酎、香類をですね、入れてですね、まあ、焼酎を2に対して、この、天馬の梅を1、混ぜておくと、常温でも保存できるようになると書いてあります。うん。ので、俺はこのために、金宮の、焼酎の、1.8 リッターのやつを2本買ってきました。うん。で、あとなんか謎のね、炭酸水売ってますね。下町協力炭酸と。なんか謎の。うん。基本的にこの今作ったハイボールは、まあ、お分かりの通りですね。炭酸水が結構ガス圧が強いやつじゃないと、あんまりよろしくない。結局ね。まあなんでかって言ったら、だって炭酸を1に対して、ね。炭酸3か。炭酸を3に対して、焼酎が2、そして天馬の梅が1ってことは、結局炭酸水が半分に割られちゃうわけでしょ。普通のほら、チューハイとかだったらさ、ね。倍ぐらい割られることはないでしょ。だからその分炭酸が、その、ね。まあ薄まっちゃうっていうことになるんで。まあそこはね、やっぱり、まあ俺はおすすめのね、ね、以前動画で紹介しました。クオス。この炭酸水を、かなり、強いんで、おすすめします。いや、でもこれも、あれだな。謎だな、本当に。確かにね、焼酎ハイボール怪しいんだよね。タカラの焼酎ハイボールの、チューハイのやつ。あれもね、若干こんなような色するん、してるんですよ。これよりは薄いけど。若干そういう系の色してるんですよ。だから、実は焼酎、タカラの焼酎ハイボールには、もしかしたら秘密がある可能性があります。うん。で、まあこれもね、ちょっといろいろ、まあ、ニューガナーとかね。あと、黄色ラベルとか、青ラベルとかも、ちょっと買ってみたいんで。あと、ブドウ液ね。まあ、これはちょっとね、非常にちょっと、興味があって。まあ、だいたい俺結構下町の、まあ、ね、酒場とかは大好きなんで。まあ、俺、飲んだことはないですけど、そういう雰囲気が大好きなんで。うん。まあ、飲んだ感想としては、どうなんだろうな、これな。なんかわかんないんだけど、飲みやすいような気はするんだよ。ちょっとわかんないんですけど。試しに、普通にこれを、天馬の梅を入れないで、普通の、焼酎の、
炭酸割りで飲んでみて、何がどう違うか、ほとんどわかんないですね。なんか、雰囲気が違ってるというか、なんかかすかになんか、何かが、違うような気がする。あれ？これが、焼酎1に対して、2に対して3だから。何が違うんだ？まず見た目ですね。見た目と、若干ほとんどないけど、香り。あ、ちょっとまろやかになってんだな。うん。これを入れることによって若干の酸味と、もうどっちかっていうと酸味とかの問題じゃなく香りですね。これ香りみたいなもんだな。これ香りだわ。うん。なんか香りが付加されたみたいな。焼酎のハイボール。うん。これだけ飲むとね、だいぶね、焼酎の味がね、ダイレクトに伝わってくるんですけど、この天馬の梅で割ると、なんかこう、まろやかになり、ちょっとこう、ほのかな甘さと、甘さっていうか、その飲みやすくなって甘、ちょっと舌になんか、甘さみたいなのが、こう、プラスされてですね。うん。なんか、よく、わかんないけど。なんか、そんな感じがするな。うん。これはね、まあ、俺、東京に住んでたらね、絶対こう行きたいんだけど、ないんで、うん。これ、はっきり言うと、これもうちょっと薄めた方がいいかな。天馬の梅もうちょっと入れない方がいいかもしれない。そうすると焼酎ハイボールにすごい似てる。うん。俺焼酎ハイボールにっていうか宝のね、宝の焼酎ハイボールにすげえ似てる気がするんですよ。うん。だからぜひ、宝の焼酎ハイボールが大好きな人のドライですね。焼酎ハイボールのドライ。ドライに似てる味が。だから、それをちょっと、飲んでみるといいかもしれないですね。東京下町では定着したが、全国的にこれを飲めるのはまだ稀と。で、この天馬飲料製造株式会社、違う、有限会社か、は、現在も、東京の台東区に、健在となってますね。
やっぱ若干これあれだな。あ、レモン加えるともっと美味しくなるかもな。確かに。うん。なんで梅なのかがわかんないけど。梅。梅っていう、あ、でも、いやでもレモンの味するんだよな、ほのかにな。あ、焼酎ハイボールの、タカラの焼酎ハイボールのあれに、なんか、それっぽいのこと書いてあるな。なんかいろいろ書いてあるけど。あ、やっぱり、25度のタカラ焼酎に元祖の素が入っている。炭酸を先に入れるのは吹きこぼれないから、ね。氷は注文されなきゃ入れない。薄まっちゃうし、飲む量も減るじゃない。はぁ、あ。これもしかしてやっぱり、焼酎ハイボールのドライにはこれが入ってるんじゃないか。もしかして。もしかする。サブ。まあそういうことですよ。結局ね。まあ興味ある人はね、天馬の梅でね、ググってもらうと、多分すぐのサイトが出てくるんで、なんかこれはなんだこれ。トップページがこれはあれですね。東京の多分台東区のあたりにある。店のサイトだと思いますけど、上上酒本店というとこですね。うん。特にもつ系との相性が抜群だって。もつ系ってなんだ、もつってなんだ。もつってのは心臓、内臓か。もつ。ああ、なるほどね。なんかと食いながら飲むのが最高って感じか。はあ。でもね、これね。まあ、この天馬の梅はまだ売ってると思うけど。おそらく、ニューガナーとか、俺ググったんですけどね、ニューガナーとかね、ブドウ液とかね。とりあえずこのニューガナーはまだ売ってるとこあるんですけど、ブドウ液っていうのが、ま、売ってるとこねえんだよな。これ。ハイボールの素だって。結構ね、売ってはいるんです。楽天とかにね。ググってみると。案外。
とりあえずね、このね、天馬の梅シリーズをね、全部揃えてみたい。天馬の梅。赤ラベルと黄色ラベルと青ラベルね。全部揃えてみたいですね。まあ、というよりも、もともとこの天馬飲料製造有限会社。この会社がかなりね、多分オンラインショップやってないんで、その会社はね。この会社が作ってるものが、もう大体、ほんとそれ系の、なんかすんごいドマイナーな、なんか、東京の下町の、系列の、ドマイナーな、なんか、心揺さぶられる、なんかね、ものなんですよ。ただ、その、株式会社でググっても、サイトが出てこないんで、どういうものを製造してるかっていうのが、全部のその製造してるものを、ちょっと把握できないんですよね。結局、売ってないっていうか、載ってないから、サイトがないんだもん。サイトがないんだもん、だって。サイトがないから、栓を開けたら長くは持たないので、冷蔵庫に保存するか、焼酎で割って保存してください。あと、氷は入れないで、冷やして飲んだ方が美味しいですよ、とのことでした。ああ、なるほどね。俺の飲み方は今氷入れてるけど、氷入れない方がいいみたい。なるほどね。でね、そこのね、会社、この会社ですね。のところを、に、行った、ブログがあるんですが、それを見たところによると、そこのね、ところには、販売してくれる会社みたいなのがあって、工場、で販売してくれるみたいです。で、なんか飲み方と書かれた、紙を一枚いただきましたと。で、さっき言ったように何対何で割ればいいかとかっていう割る、その、どうって書いてあるやつね。でですね、ちょっと気になったのが、ここにですね、レモンスライスを、必ずレモンスライスを入れてくださいって赤字で書いてあるんですよ、ここに。そこまでレモンスライス重要なんだって。ちょっと気になりましたね、そこは。はぁ。なるほどね。
これは今度俺ちょっとレモンスライス入れて。てか、レモン買ってこよう。うん。ね。まあ、下町では多分そう、レモンスライスは必ずね、入れられてんじゃないかな、と思います。うん。ただ、これはね、これはね、個人的にはすごい好きなんです。こういうのは。こういう歴史のあるっていうか、下町の飲み方。だってかなり昔からあるって書いてあるからね。うん。俺こういうの大好きなんですよね。コクはね、ほぼないですね。ほぼないというか、ないなぁ。まあ、だいたいないわ。まあ、甘さはまあ、ほのかに感じる。で、香りもね、ほのかに感じるぐらいなんですよね。まあでもこれはね、これは正直、これは俺大好き。こういうの。こういう飲料大好きなんでね、五つ星にさせてもらいます。2335で。これはね、多分、あまり売ってるとこは、まあ、有名どこだと、まあ、山屋、酒の山屋っていう、ね、リカーショップ、全国のリカーショップありますけど、そこに売ってるぐらいでしょうかね。まあ、ぜひね、試してみてください。謎の、というかね、宝の焼酎ハイボールドライの味が、手軽に作れるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。